栃木県の皆さん、こんにちは。私は茨城県にあります友好会栗田病院広報担当の進藤と言います。栗田病院は茨城県認可の認知症疾患医療センターを運営しているほか、認知症治療病棟、重度認知症デイケア、介護保険対応の認知症専用デイサービスといった医療介護サービスを展開しています。私たちはこれらを通して地域の認知症医療をトータルで支えられる中核病院を目指しています。認知症の方への治療支援の専門職として、私たちが大切にしていることは、その方のそれまでの人生歴史性の中で培われてきた様々な動機や葛藤を理解した上で、ご本人様が安心できる環境を整えていくことです。私たちの挑戦はまだ始まったばかりです。しかし皆さんも栗田病院で働くことで新しい認知症医療の息吹を感じられ、共に成長できると私たちは信じています。少しでも興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、病院ホームページをご覧ください。病院見学会も実施しておりますので、ぜひ一度私たちの職場を見に来てください。こちらも詳しくはホームページをご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。